おはようございます。今日の話は塩尻市のですね、山田隆さんという市の職員の方のですね話です。日本一おかしな公務員という話ですね。で、PDCA のサイクルというのがあると、計画して実行して確認して行動するというこのサイクルをぐるぐる回せというんですね。だけれども山田さんはですね、なんか面白そうだからとりあえずやってみようということで P をすっ飛ばすというんですね。そうするとですね、公務員ではですね、当然この P というのはめちゃくちゃ大事ですから、それを飛ばすとですね、怒られるわけです。何やってんだと、お前何やってんだと、だけど、そこでひたすら謝ると。だから彼のアクションの A じゃなくてアプロジャイズの A だよというふうに言ってるんですね。で、誤って軌道修正していくとぼんやりと P の形が見えてくる後からですね、でまた謝る、またやると、でまた怒られる。そうすると精度の高い P ができてきて、あたかもですね、それを高速に繰り返していくと最初からその目的があったのかと。ですから後からですね、山田さんはどうしてそういう発想ができるんですか、もう全然発想なんかないんです、やっていくうちに怒られてそれを直していくとそうなっていくんですということを、やっている、そうなんです。で、何の当てもなくスタートするのが大事だと。で、公務員のくせに何考えてんだってまた怒鳴られるわけですね。で、だけど、ずっとやっていくとですね、一回で終わっちゃったんならば変なやつで、終わっちゃうけれども、やり続けるとですね、根性だけあるなとか、意外と真面目じゃないかっていうふうにですね、すごいその、評価が上がってくる、誤解されるっていうんですね。で、コツはですね、意気込まないこと。大きなドゥではなくてちっちゃなドゥを気軽にやってハードルを下げるんだと、これは本当の行動のですね大原則だと思うんですね。そして、個人として動く、それはですね、大門商店街って、どこの商店街もそうですけれども空き家対策というのは非常に大きな課題です。それをですね、自分もなんでだろうって分かんなかったんで自分で借りちゃったんって言うんですね、個人で。そしてその空き家対策を やろうということでですね、ナノダというプロジェクトが発展していったと。それはナノダというのはですね、朝食なのだ、ワインなのだ、看板なのだ、視察受け入れなのだ、島なのだ、カツサンドなのだ、何でもいいんですね。ナノダということでですね、誰かやりたいと言ったら、この彼がですね伴走してそれをプロジェクトをどんどん発展させていく。そうするとですね、続けていくとなんか面白そうだって話題になってですね、マスコミも来たり取材に来たりですね、若者もですね移住してくるような人も出てきたと。で、最終的にですね、人が動くときってのは面白そう、楽しそう、好きといった自分の感性に響いたときなんだという話です。じゃあ今日これで終わり。